蒸気暖房とは水蒸気を用いて暖房を行う空調設備、手法、システムである。本校では鉄道車両における蒸気暖房について扱う蒸気暖房使用時の50系客車。右側の機関車と客車の間から蒸気が出ている蒸気、機関車に連結された旧型客車。下のホースが接続された蒸気管日本の鉄道冷明機においての 列車暖房は足を温めるだけの湯たんぽや石炭を燃料とするダルマストーブが一般的であった。しかしこれらの方法は準備や温度管理が煩雑であると同時に熱傷、火災等の危険を伴うため明治33年12月の東海道本線優等列車を皮切りに徐々に蒸気暖房に置き換えられた。 鉄道車両に採用されている蒸気暖房は高圧蒸気暖房と大気圧蒸気暖房に大別される。蒸気暖房を行う際に用いる水蒸気は蒸気機関車、暖房車や電気機関車、ディーゼル機関車に搭載した蒸気発生装置から供給される。現在日本で蒸気暖房を使用しているのは JR 東日本高崎車両センター及び 大井川鉄道所属の旧型客車、もうか鉄道の50系客車のみとなっている。三車とも通常は蒸気機関車を使用して暖房を行っている。蒸気機関車が主流だった時代には、その発生する水蒸気を蒸気管を経て客車まで通して行えばよい。ため、比較的容易に暖房が実現可能である。しかし、システム上いろいろと、 問題もあり、長大編成時には編成の前後で、暖房の危機にアンバランスが生じる。機関車交換時、早めに暖房を切らないと、係員が上機関で火傷をする危険性がある。電気暖房に比べるとどうしても機関車交換後など、暖房の危機が遅くなる。 暖房を動かすための水そのものが、特に電気機関車としては、他の機械への影響からできれば搭載したくないもので、ある。蒸気発生装置搭載車両では、装置を動かすための人員を、運転手とは別に必要とする場合がある。などの点が、国鉄末期の文献では指摘されている実際に、日本貨物鉄道では、国鉄分割民営化によって継承された、電気機関車について、 水漏れによる漏電などの問題から SG 及びタンクを撤去した上で重りを搭載している。雑誌、鉄道ファン1984年3月号、P19、購入者、ありがとうございます。